島県奥地大臣の任と、まあ、島大臣も辞任の意向というようなことを言ってますけども、所管とあと、まあ、国会で今後、追及をされているかどうかについて。まあ、大地大臣は正直残念ですね。若くて、まあ、女性だからというとまた問題なのかも分かりませんけど、それでも若くてね、女性の政治家として非常に国民から期待もされている、政治家だったんでしょうけれども、まあ、ちょっと、あの金額は間違ってました、すいませんというところで、政治家として許される範囲を超えてしまってるんでしょうね。でね、まあ、ただ、小渕さんかばうわけではないんですけども、僕自身もね、正直政治団体のね、お金のそのやり取りのところについてまで厳密にチェックなんかしきれてないんですよね。だからちょっと担当者の方に、あえてというか至急確認するようにも指示を出したようなところであって、まあ、これ言い訳になってしまうけども、まあ、市役所の仕事もやり、まあ、維新の会もやって、まあ、法律事務所も抱えながらね、まあ、政治団体のじゃあ、まあ、その資金管理のところはある意味担当者に任せているようなところもありますんでね。ただこれ言い訳になりません。だから僕自身ももし何かそういう問題が出てくればね、これは責任を取らなきゃいけないんでしょうけども、ただ実態としては政治家というものにそういうある意味組織のサポートを与えられてませんから、結局そういうことをチェックしていく人材をまた抱え込むにはまたお金を集めなきゃいけないということになってるし、この問題は小渕大臣を擁護するってことではなくて、やっぱり政治家のサポート体制っていうものは、ね、もうちょっとしっかり、ちょっと考えなきゃいけないのかなというふうに思いますけどね。だから今は特に僕ら地方の首長なんかっていうのは全部自前で用意しなきゃいけない。国会議員も何名かはサポートを得られるんでしょうけども、なかなか収支のところまで、きちっと厳密にチェックできてるかというと、確かにちょっと心もとないのがありますね。もう自分のところもしっかり確認をしていこうと思ってますけどね。ただ額はちょっとミスでごめんなさいということを言えるような額ではないし、まあ、やっぱりお父さんもいろんな政治団体というか後援会を引き継いだこともあって、まあ、いろんな昔ながらのやり方ということをそのまま踏襲してしまったところもあるんじゃないでしょうね。松島さんのやつはあれはごめんなさいで許されないんですよね。うちはどうなんですか。いや僕ね、まあ、追及するのが野党の役割だからいいんですよ。やっぱり問題点はああやってどんどん追及していけばいいと思うんですけれども、そんな完璧になんか人間が何て言うんですかね、まあ、大臣だから全て完璧にやれってそこまで求めるのかね、まあ、それとも仕事の中身を求めていくのか、まあ、悪いことは悪いで正当化はされませんけども、しっかり謝罪して、やっぱり認識が甘かったということで、こっちはそれで許されないんですかね。まあ、ただ、安倍政権、安倍首相の方が、これは民主主義の国ですから、支持率っていうのも気にされるんで、世間が許さないという方向で、今、そういう流れになってるんで、そうであれば、まあ、交代、更迭っていうことも考えるんでしょうけども、なんか、謝罪して許してもらえる問題と、やっぱこれは許されない問題っていうものをもうちょっと区分けしていってもいいんじゃないのかなと思いますけどね。とてもじゃないけど僕はもう国会議員なんて本当ね、こんなもう自分ではできないですよ、これ、こんなもっと謝ることなんかもう山ほどあるんでね、うちは問題はどうなんですかね。いや追及するのはいいんですよ。あれを違反、法律違反、法制法違反だっていうことになるのは問題ですからね。しっかりそれは指摘をして、正していくってことは必要なんですけども、もちろん反省して謝罪して謝った時に許されないんですかね。ちょっとその辺は僕は分かりません。よろしいですか。